せやけど松浦藩は気の毒なことやったな。はい、今のところは札の貼り付け警戒もあってお互い身動きの取れん状態ですから表立った動きはありまへん。せやけどいずれ大激突になるのは目に見えとります。今の状態やとどこの誰が中に入っても拉致があかんと思われております。外の人間があかんのやったら内側からこの戦争ブレーキかけるしかおまへんねや。それで大門組の頭の難波と直接掛け合いたいってことでっか。掛け合うっちゅうかお互いに腹割って一度話をしてみたいんですわ。分かりました。大門組の難波がどない言うか分からへんがわしからも説得してみましょう。ああ、おきみ。おやじ。作業中に何を話したんだよ。今何か話したやろう。すんまへん。おいおい、謝ればええというもんやないで。ん、何を一人で喋っとったんや。言うてみ。こら言わんのかいな。あ、反抗的な態度やな。懲罰を食ったのか。やめんかい。こら、おい貴様、何だってそんなに加納さんに当たりやがるんだよ。ああ、威勢がええの。こいつをかばうとお前も懲罰を送るで。懲罰な、上等だよ。送りたきゃ送るよ。担当公明や。あ、そないなやつは。あのクソガキや。大妻かいつもクズのくせして偉そうに文句ばっか言いよってからに。話さんかよ。お前も懲罰打たれたんか。やめんかい。黙って見とれ。貴様、おい、やめるか。やめんか。こんなことしちゃってからに。貴様、懲罰。何倍やないか。どこ行けるんじゃ。正味のところどないでっしゃろ。難波さん、あんた大門組の頭としてこの戦争拡大を望んでんのか、それとも早期解決を望んでんのか。あんたの腹聞かしてもらえませんやろか。わしの腹、はい、わしはこの戦争早期に解決せな、どえらいことになると思っております。それは、わしも同感です。あ、そうでっか。それやったらあんた、大門サイドから、この戦争早期に解決できるように、人肌脱いでくれまんやろか。あら、わしかて、砂川を説得して、森田一門、戦争回避する方向へ持ち込もうと思っております。そうでっか。堂本藩が必ず森田組一門を抑える言わはるんでしたら、わしも必ず大門組を抑えてみせますわ。うん、わしとあんたがその気になったら解決したも同然や。二人力を合わせてこの戦争を止めろよ。わかりました。喜んで協力させてもらえば。
よかった。あ、ところで難波さん、今後毎回浦川の組長班に足運んでもらうっちゅうわけにもいかしまへんやろ。そうでな、うん、連絡は携帯で取り合うとして、まあ若い衆の前であれ難波や堂本やっちゅうわけにもいきまへんしな。そりゃそうや。そこでや、大門と森田の一字ずつ取って大森っちゅうの名前で連絡取りようたらどないやろ。そりゃ名案や。浦川の組長、そのようなことでご了解していただけますか。わしは別に構わへんで、あんたらがお互い納得して決めはったことやし。森田組の動きはどうや。今のところ動きはないです。そうか。もういいわ。あ、大森半でっか。先日はえらいご苦労半でした。今晩だっか。ええ、わしの方は構いまへんが。難波さん、悪いんやけど梅田まで出てきてくれへんやろか。うちの門には大門組には手出すなときっちり言うたるさかい、一切心配おまへん。あ、そうでっか。俺はお気に。ほなまた後ほど。え、ごめんやす。おー、ナボさん。おぎのおぎに。それ。えらい薄なってもて。いやいやいや。どうぞどうぞどうぞ。それで、この戦争を早うに終わらせる方法は一つしかおまへんねや。一つしかない。どないなことだね。大門二兵に。死んでもらう。なやて。どうなんだ。戻れ戻れ。どうもと、悪い足はみおったな。ほな、ごめんやっしゃ。おい、どうもと。なんばよ。この話承知するしか他に道はないで。貴様砂川、このわしがそないなことを承知すると思うて気づかんのか。これせやから道は一つしかないと言うとるやろが。おい、このガキに分からせたりゃ。おい、マジに。おい、親でサングラスは漁業あるんちゃうか。おい、ねえ、ノーナンバよ。森田組も射程の松浦雄吉を取られとんのじゃ。帳尻だけはどないしても合わせなならんのがわしらの世界や。松浦雄吉の落とし前は大門二兵の首でしかつかん。わしは秋に森田組の六代目を襲名することになっとる。お前がもしここでわしのために働いてくれるんやったら、お前の将来は約束したる。柄かわせやと。ええ、近々森田組が総攻撃をかけてきよるっちゅう情報が入ってきてますね。なんぼ札が張り付いてる言うたかて、ダイナマイトでも放り込まれりゃどないもんならしまへん。ついにしびれを切らしよったか。それでうちとしてもそれなりの反撃をせななりまへん。そのためにもおやじさん、
安全な場所に柄を交わしといてもらいたいんですわ。柄交わすとしてどこへ行くかやな。敵の裏書いて大阪市内のホテルにでも柄を交わして全ての指揮を取っておくなれ。東大元暮らしか、そらええな。早速段取りせい。わかりました。わしや、砂川のおっさんが呼んどるやと。一体何の用やねんな。わかった、すぐに行ってみるわ。拾おうよ、今日はよう来てくれた。お前松浦の兄弟の件でわしを責めよったがの、わしかて今回の件は辛いことの連続や。いろいろとありはしたが、わしと松浦は昔から兄弟分やで。お前が分かってくれるとは思うとらん。せやけどわしは、わしなりに今回の件の責任も感じとる。わしは筋を通しただけやが、結果的にお前は目の前で親を殺されたわけやし、お前には辛い目を見せてしもうた。そこでや、その代償というわけやないが、お前に一番手柄をやろうと思って今日は来てもうたわけや。一番手柄？大門二兵の居場所が割れた。何やで、おまでかおじき。ああ、確かな情報やで。奴は今大阪におる。どうや、大門二兵を取って松浦の兄弟の敵を討つ気はあるか？もちろんです。大門、大門はどこだっか？オリエンタルホテルの577号室や。はい、高津です。もしもし、もしもし、もしもし、
せっちゃん、出歩いとって大丈夫な？大丈夫だす。この戦争もじきに終わりや。ママ、頭のことどうか頼ませ。どないしたん急に。今日のてっちゃんなんか変やで。ママほんまきついな。ほな、人が待っとるんで行くわ。ママ、ちょっと見てくるんだ。待てよ、てっちゃん。俺もう行かねんか。聞くや、気持ちは嬉しいが、これは森田組の問題や。そうか。なあ、てっちゃん、俺ら今度先輩出てきたらどんなことしても杯もらうつもりや。そうか、それがええ。任せとけ。そんなことは。ダメよ。なんでここが分かったんや。じゃがじわ、これは大門に松原幸千葉弁の敵頼むらうで。うんぬるれ、ええとすぞ。おやっさん、まずは名乗らんかい。五代目森田組、松浦組若頭長、広尾哲平。広尾か。この後に及んで命乞いはせん。せやけど、一つだけ知りたいことがある。わしがこのホテルにおることが何でわかったんや。そない簡単に漏れるはずはないんやがな。
大方の見当はついとる。おまはんが誰から聞いたかが分かれば確証が持てる。それでわしも心置きの成仏できるってもんや。砂形三郎や。砂賀の字から聞いた。前原、わしがここにおること他に誰が知っとんのや。わしらの金は難波の頭だけです。そうか、やはり難波がわしを。なんだって、なんで頭がおやっさんおるんでっか。ヒロ、すまんが電話かけさせてもろていいか。ああ。おい、難波電話口呼び出してみ。へい。おう、長いや。頭を出してくれ。頭でっか、おやっさんに代わりま。おやっさん。おう、難波か。わしやわしや。ああ、別に変わったことはあらへん。いろいろと相談したいことあるよって、大至急こっちへ来てくれんかな。それがおやっさん、今すぐ出られまへんねや。ほほう。なんでや。今ちょうど戦闘態勢整えるため若い衆集結させてる最中だね。かまへんがな。前線本部こっちは移したらええやろ。そないなわけにいきまへんがな。うん、わかった。すぐに来られへん言うてはりまんのか。来られるわけないやろ。おやさん、わしにはまだ信じられまへん。おい、いらんこと言うなよ。フロントです。先ほどの非常ベルですか。誰かのいたずらみたいで。おう、そうか。ヒローよ、この戦争はわしらの負けやな。かと言うて見逃すことはできじまへん。大門組を解散してわしは引退する。わしだ。ヒロテッペイ出す。お呼び立てして申し訳ありません。大門組の組長が直接話があるようですので代わります。大門二兵です。徳丸出す。いや、いろいろとご迷惑をおかけいたし申し訳の思うとります。手前考えるところがありまして、この度組を解散し引退することにいたしました。何卒総長のご了解をいただきたく。物質改めまして。
で。おう、おい、頭、大変だぜ。おやさんが砂垣見る限り。何やしょ、頭。車回せ。はい。頭、なんであんたおやっさんを撃ったんや。わしは知らん。何のことや。何が知らんねん。これどこらの草だからに。このクソガキや。待てくれ。何か待ってくれ。この下道が己のしたことに分かっとるぜ。はめられたんじゃ。砂川にはめられたんじゃ。おやさん、砂川よ、おやさん。おい野郎、こんな毒サルの弾と引き換えにお前らが懲役に行くこともないやろ。難波よ、命だけは助けたろ。どこなど勝手に行き去らせ。ただしわしの目の届かんとこへな。おやさんがそない言わはるんでしたら。ええ、わかりました。疲労のガキ、何をさらすんじゃ。何じゃ。おやさん、大門組の頭が来てはりま。難波が仮面入れたれ。どうぞ。あれ、何しに来たんじゃ。何しに来たて、砂川の親分、話が違いまんがな。なんで大門二兵をやりまへんでしたね。しょうがないやろ。大門を取りに行かせたガキが大門組を解散さす中条件で手を打ったんや。徳丸総長もその旨を了承したさかい、わしとしてはもうと何もできんわ。せやから言うて、わしが大門を裏切ったことまでバラさんでもええやろが。わしはお前のことは誰にも漏らしてん。ほならなんでうちの親さんが知っとるまんねん。知るかい、そんなこと。踊れの方から漏れたんやろが。まあおやさん、なあ難番よ、大門組はどうせ解散するんやさかい、あんたは残党を集めてうち来たらええ。大門兄には文句は言わさんよってに。裏切りが発覚せんかったらそれもできたかもしれへんが、今となってはな。まあええやないか難番よ、この際足を洗うて仇になって出直せや。何やと、わしに仇になると本気で言わはりまんのか。約束が違うやないけ。約束？そないなも知らんで。今のお前には仇になるしか道はないな。引き取ってやりたいのは山々やがな、難波よ。親分おるような人間はわしもそばに置かれへんよってな。自分を責めんといてくれやす、村川。
勝敗を荒らしたいという堂本の言葉を信じたばっかりに、このようになってしまう。まさか砂が立つ様の陰謀やったなんて、この浦川眼界一代の不覚だ。いや、浦川藩には一切の責任は負わねえ。そうそう、どうぞお手を挙げとくなれ。浦川藩大きい、すでに組の解散を表明しておるこのわしをわざわざ訪ねてきてくれはった上に仁義を通してくれはるおまはんの心持ち、わしはとても嬉しい。都政の一番汚いところを見て都政を去るこの大門の家を仁義で送ってくれはるおまはんの心持ち、引退の何よりの旗向けておます。大門が全くなるな。わしはほんまにその件に関しては一切知りまへんねん。よろしいか、どうも寛容。お互い折り合いつかんかったっちゅんならそれはそれで仕方のないことや。せやけどな、難波をはめて寝返らせることにこの浦川眼界が知らない間に一枚噛んでたとなりゃわしの立場がないんじゃい。あんたが知らんでは済まされしませんで。この浦川眼界を打診すこて知らんちゅんなら上等じゃい。堂本組はおるか。森田組一門を立派に敵に回してみせますせ。
どうやねん、どうもと。なんや、どうあれ。誰にも言うとんじゃ、こら。邪魔しいや、こら。人もあったりして、いたまんで。砂利はだっとれ。いや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 、どうもはんよ。我がはっきり物を言わんさかい、砂利どもが騒ぎ出すんじゃ。我きっちり返答せんかい。わかりました。知らぬ存ぜぬで済む話はおまへんな。ちいと時間ください。きっちり格好つけますさかい。そのようなこと知るかい。もともと浦川に難波との仲介をさせる言うたのはお前やろが。どうもと、全てお前の才覚でやったことや。そんなことありまっかいな。難波抱き込んだ境にこの戦争勝ったんやおまへんか。なんでわし一人が責任取らんならんのですか。これはの、浦川に分がある話や。頭がわざわざ出張っていてみんや、森田組と天ヶ崎浦川組一門八百との戦争にもなりかねんど。まあとにかくこれはおまはんの線で問題解決にはならん。わしの線で。頭の足や森田組一門を巻き込むなということや。どうもとお前指詰め。兄貴、お前はあの時台無しに問われて言うたはずや。浦川からクレームが出るようなことはないと。せやけど現に面倒なことになっとるやないか。違うんかい。ここは辛抱して肩をつき、秋の襲名が済みや、お前かて六代目森田組の射程や。わしかて悪いようにはせんがな。堂本の指出す。引退したあんたには何の価値もないかもしれませんが、わしのせめてもの気持ちだ。どうか収めてやっとくんなれ。浦川はん、お気に。いや、この指はともかくわしにとってはおまはんのお心遣いが何よりの花向けでおます。ところで、先だっての大門組の若い衆を預かるって話でが、せっかくですが辞退させてもらいますが。なんで出す。訳を聞かしとくんながれ。あんさんに迷惑なかから話やないはずやが。若い衆は皆それなりにしのぎを持っているわけやし、その島をそのまま引き継ぐだけで済むこと。大門は、今時60人もの若い衆をいただけるって話はありがたい限りでます。せやけど世間は何て言います。浦川は大門組の縄張りと若い衆欲しさに堂本の指を取り寄ったというはずや。わしはそんなつもりで堂本の指を取ったわけやない。わしは極道としての誇りをかけて筋を通しただけや。いや、そのことはよう分かってま。分かっていただけたんならどうかこの話はよそへ。そりゃ違うな、浦川藩。若い衆は物やない。都政の縁というものは血の通うた人間同士、心と心の結びつきや。60人の若い衆は皆縁あってわしと親子のちぎりを交わした子でおます。わしが連れ添うてやれなくなった今、それに代わる親を見つけてやることが元の親たるわしの責務でおます。せやからわしはおまはんを選んだ。このことは若い衆みんなが
心よく承知してくれました。浦川藩、誇りちゅうのは己のうちに育つもの。おま藩が願い実践しようとしている誇り高き生き様は、何も知らん世間がいくら中傷しようと崩れるようなやわなものやないはずや。たとえ世間のすべてを敵に回しても、己の信念を貫き全うする。そうすることが内なる誇りに輝きを増すとは思いまへんか。大門藩、大門組の60人の若い衆、喜んでありがたく預からせていただきます。浦川、おきに、おきに。出ろ、雑居房へ戻ってええで。暴力渦巻く戦いの果てに、浦川眼界の仁義ある行動に男同士の熱い絆を垣間見た大門二兵は、悔いを残すことなく都政道に別れを告げた。こうして五代目森田組と大門組の戦争の幕は閉じられたのである。しかしながら、親分松浦雄吉の死という受け入れがたい現実に、加納賢治の砂川達三郎への激しい憎悪は紅蓮の炎のごとく燃え上がっていた。五代目森田組の松浦組若頭加納賢治が、片木である高津秀夫を撲殺した事件に絡んで、五代目森田組若頭補佐砂川達三郎は、加納の親分松浦雄吉を五代目森田組若頭の座から追い落とし、自らが若頭となった。この茶番劇の行く末、きっちり見物させてもらうと同時に、松浦雄吉の反対で頓挫していた森、すなわち用心棒の組織化、商業共済組合を旗揚げ、組合員勧誘の動きも急激に加速していった。いやでも小野寺さんいう人が来はって。大丈夫俺、加納の兄弟分梅田の堂本組若頭東条光輝の強硬な談判に対して、砂川組若頭小野寺慶作は、商業共済組合はあくまで組合員の総合扶助を目的とする堅気の共済組織で、自分たちはあくまで組合から頼まれて手伝いをしているだけだと開き直る。ここに東条光輝と小野寺慶作の話し合いは完全に決裂。堂本組の存亡この一線にありと確信する東条光輝は、火に乗じて砂川組幹部3人を殺害する。その頃大阪刑務所では、砂川組の刺客が加納賢治に襲いかかった。間一髪で加納を助けたのは、得体の知れない懲役中西康道であった。中西康道は疲労鉄兵の外射程で、疲労から加納の身辺警護を頼まれていた男だった。かくして戦局は意外な展開を迎えることになるのである。寿司屋の出前持ちに化けた砂川組の刺客柏木軍事に襲われた東条光輝は重傷を負い、堂本組は一瞬にして多くの死傷者を出したのである。死にさらせや！
じゃあどうじゃ。俺の顔なんか見ておないわい。上等じゃ。東条ミステルは一家のため親分のため曲げてはならない都政の意地を通したがゆえに親分堂本勝頼から絶縁という理不尽な処分を受け寂しく都政を終わったのである。それではただいまより、堂本勝頼は尼崎浦川組組長浦川眼会に仲裁を頼み、自らは砂川達三郎の舎弟となることで抗争の決着をつけたのである。そうしたある夜、砂川達三郎が胴を引く松浦組の賭場で尼崎大門組の組員影山剛のイカ様が発覚する。賭場の責任者である松浦雄吉は影山に指を詰めさせ、その指を砂川達三郎に渡すことで事態の収拾を図った。ところがこの一件を足がかりに尼崎進出を目論む砂川達三郎はこともあろうに影山の小指を大門組に突き返し、組長大門二兵に改めて挨拶に来いと難癖をつけたのであった。影山出てて先、自らの体を削ってつけた落とし前を保護にされた影山剛は逆上して砂川組に乗り込み、砂川達三郎に拳銃を向ける。居合わせた松浦雄吉が止めに入ったことから影山は松浦と砂川がグルだと邪推し、松浦雄吉を射殺してしまった。ここに五代目森田組と尼崎大門組の抗争が勃発する。一方刑務所の中で親分松浦雄吉の死を知った加納検事は深い悲しみと怒りを胸に秘めたまま、担当監修坊城忠勝の陰湿な過激行為にもただひたすら耐え忍んでいた。大門組の頭砂川達三郎は舎弟堂本勝頼に命じ、尼崎浦川組組長浦川眼会を言葉巧みに巻き込み、大門組若頭難波豪介を罠にはめて寝返らせることに成功する。道はないで、後継ぎたる若頭難波豪介の裏切りを直感した大門二兵は自らの都政の限界を痛感するのであった。大門二兵は潔く自らの引退と大門組の解散を決意し、五代目森田組総長徳丸房次郎にその旨を伝えるのであった。こうして梅田堂本組を傘下に組み入れ、尼崎大門組を解散に追い込んだ砂川達三郎は五代目森田組若頭として確実にその勢力基盤を拡充しつつあった。何番よ。苦悩苦悶の日々を余儀なくされる加納検事の胸に込み上げてくる砂川達三郎に対する激しい憎悪と駆け場のない怒りはまだまだ続くのであった。非常にも刑期はまだ1年もの月日が残されていた。腰を入れて声出せ、元気出せ、よしそれまで行け。ありがとうございました。はい、ありがとう。はい、優しいな小市お前。ありがとうございます。うん、ありがとう。それではただいまより森田組六代目継承杯の儀式取り行わさせていただきます。Thank you.
本席お取り持ち、京都市議会会長市議田光政殿に申し上げます。その杯は森田組六代目継承の杯でございます。先代となられます徳丸三次郎殿が跡目となられます砂田達三郎殿に対し立派な跡目になれよと心を込めてお残しいただきましたおみきの姿でございます。たくとご見分願います。どうぞ。結構です。跡目となられます砂川達三郎殿に申し上げます。その杯を飲み干されますと同時にあなたは森田組六代目総長となられます。棟梁たる者すべからく清濁合わせのむ度量をもって先代の名を汚すことなく生涯任侠道に精進しなければ相なりません。すでに十二分なるお覚悟をもってこの場に臨んでおられることとは存じますがその杯を飲むにあたりましてその覚悟の度を再確認され腹定まりましたならばその杯一気に飲みよし海中閣お納め願います。どうぞ。申し上げます。席替わりをお願いいたします。席が変われば六代目が当代でございます。ご記念申し上げまして手を締めさせていただきます。お手を拝借いたします。よおめでとうございます。失礼します。市議団の親分がご挨拶を。おお、そうか。どう。長い間ご苦労さんでしたな。おおけに。これからゆっくり読んで飲みましょうや。そうやな。肩のこらん酒をな。ほんまですわ。
最近坊城まで来てたし来ませんね。加納さん、あのガキどうするつもりですか。どうもせよな。あんガキのせいで長い懲罰食らわされたんじゃないですか。俺は腹の虫が収まりませんよ。お前の腹の虫が収まろうが収まる前がわしはあないなガキ相手にせん。何してはるまんの。ほら、知り。カノハの日課を邪魔するな。お前、邪魔すんだ。お前は今、何を考えとる。わしは今、早うここを出ることだけを考えとる。そうやって、どないなことがあっても耐え抜かなならんのや。ここを出たらどないする気や。親分の胸を晴らす砂場を取るつもりか。大事なことは己の信念に沿って生きることやろ。そんな借金こさえよってすぐでも銭が欲しいって叩き売ろうとしてるだけですわ。正真正銘うまい話ですよ、うん、それやったらいいんやけど。まあそやけどこれでええ忍びになったらまあちっとは若い衆にも楽させてやれんの。さすが若い衆思いでな。ごはらんはまあこないだ時代よってあいつらもよう忍げんでえらい困ってるやからの。兄貴分としてはこれぐらい考えてやらんとな。これで郷原の株が上がることも間違いおまへんな。これでどない出す。3000万。そこや問題は。そこや。3000万か。話はよう分かりました。郷原なんとかしまよ。ほんまでっか柏やん。頼ます。おきに相模お前のおかげやで。気にせんでおくなれ。ほなじゃあこれでごはらまた後で連絡します。あ、じゃあ社長これで失礼します。どうも。ここに3000万あります。もちろん金利は約束通りもらいます。せやけど話によったらこの金あんたにもろてもうてもええで。え、一つだけ条件が。お前条件。あんたが砂川組のお方やと知っての頼みだす。あんた死んだ柏木軍司知ってありますか。柏木軍司。私は軍司の父親だす。鏡組の柏木軍司です。軍司は私の可愛い一人息子や。道場を死にさらせや。母親に先立たれた後も私を一生懸命支えてくれた高校息子です。柏木はん、あんたわしにどないせえ言いまんのや。勝頼を殺しとくなれ。堂本勝頼を殺せ。それはできまへんで。堂本のおじきは森田組の射程頭ら、つまりや台貸しになっとりまんのや。ええ、そりゃ無理は承知の上です。せやけどこのままやったらあの子は浮かばれまへんがな。息子さんの敵討ちやったら相手が違うのちゃいまっか。
相手が違う。大河氏は戦争を止めようとしただけや。東条のガキが火に油を注ぎよったっちゅう話や。東条、次、はい、声出せよ、はい、はい、はい、よし、はい、よし、声出せよ、はい、さあ、よし、小一、はい、腰が入ったな、もう一回、はい、よし、さあ来い、よし、そこや、ありがとうございました。うん、八木さんも一緒か。素振りの練習。はい。ご無沙汰しております。東条の兄さん。兄さん、お久しぶりです。失礼します。あらまあ、組事務所じゃないんですから、どうぞ気楽にしてってください。どうぞ。さあ、片桐の家やで。おい、八木さん、落ち込むか。おい、おい、てっぺんも膝崩しちゃねえかな。よし、八木さん、楽にせえ。八木さん、撃たれたところはもうええんだか。おお、しっかりようなったで。ごゆっくり。おきに。姉さん、えらい若くてべっぴんでんな。チャキチャキの江戸っ子や。気ぃ強ってかなんで。せやけどわしにはもったいないぐらいの女や。そないのろけて思うたら答えに困りまんがな。なあ。まあ安心しましたわ。子供たちよう兄さんに懐いて。せやろ、ほんままっすぐな子供たちやで。わしはな、こないな時代やからこそ剣道の技だけやのうて剣道の精神をあの子たちに教えたらなあかん思てんねや。兄さん、ほんま変わらしまへんな。わしは不器用な男や。そやけど何が大切かはよう知っとるつもりや。ヤクザやろうが仇やろうが根っこはみんな同じや。男は男道を歩かなな。わしはわしで片桐で生きようとも男道を歩いていくつもりや。おじさん、ほんま惜しいでんな。元は堂本のお頭まで勤めはったことやのに。せやな。おじさん、ほんまはまた都政張りたいんちゃいますか。砂川との一件下で絶縁になるようなこと何にもしてまへんがな。しかし世の中なんてそのようなもんやで。絶縁になるようなことをしたから言うて絶縁になるわけやない。何でも割り切れるわけやないっちゅうことや。もし東条の兄さんが当世を張りたいんやったらどないでも道はあるやろ。それをせんのは東条の兄さんがこの当世に見切りをつけたいうことや。わしらはその意味をよう考えなならんのかもしれんな。あなた。おお、ねえ、どないして。気使いやがって。神だね。はい。
角までお迎えに行きましたのに。アホ、東条の兄さんは仇になりやったんや。大層なことしたら迷惑かけるやろ。ええ。貴様には物を大切にする心がないんや。すまん。何かあるんか。いや、何もない。病院入ってもうて日が経ってるんでしょう。何でも来月生まれるはずの赤ん坊がよう育ったらんで入院しよったらしいさ。そんなことは俺たちには関係ねえんだよ。間違いのうやぞ。え、ではごっくり。実はな、松浦組の後目の件じゃ。いつまでも組長不在中のも問題やし、どないやね、この際早急に後目を決めたい思うとるんや。後目を決めるて、後目は加納の兄貴に決まっとりまんがな。誰が決めたんじゃい。総長、それはおまへんがな。加納の兄貴はうちの頭だせ。頭が跡目をつかんで誰がつきまんねん。ええか、ヒロ。森田組一門のあらゆる件の最終決定権は総長たるわしにあるんじゃい。せやったら誰にうちの跡目をつかすつもりでおりまんねん。お前や。ヒロ鉄平や。なんだすて。本気でそう考えてはりまんのか。当たり前や。わしに協力して森田組発展のために尽力してくれ。松浦組二代目はお前を置いて他にはない。頼むで。ちょっと待っておくんなれ。松浦組頭の加納の兄貴を差し置いてわしが二代目を継がれるわけがおまへんが。まして頭は今服役中だ。それもあと半年で出てきまんのや。ヒロ、お前の気持ちはわかるが、一家一門の跡目問題じゃ。人情論でことは解決できん。松浦組中組織の百年の大計、命運がかかっとる大事じゃ。せやからこそ頭が二代目として加納健二には松浦組二代目を継ぐ資格はない。どういうことだね。考えてもみ、加納は一家のための事件で服役しとるわけやないやろ。仇殺しの下手打ちで懲役をかけよったんや。死んだのは確か博、お前の妹の亭主やったな。確かに。加納は仇であるお前の弟高津秀夫を撲殺した。その責任を取ってお前の親分の松浦は森田組頭の地位を返上したんやろ。その松浦の後任としてわしが頭の座につき、先だって六代目総長を継いだわけやが、世が世であれば兄弟が六代目総長の座に座っていたかもしれん。それを考えりゃ加納に松浦二代目を継がすわけにはいかん。常識的に考えても筋が違うし、ありえんことやで。総長、とにかく頭が出てくるまで後目の問題待ってくんなあれ。あと半年で待つ。松浦組の後目問題は加納の出所とは関係ない。総長、もし仮にやお前が加納に義理を立てて後目を継げんというのなら、わしとしても別の候補者を探さなならん。その場合松浦組の人間以外の門から後目を決めることになるやもしれんぞ。なんだすて。しゃあないやろ。
人材がおらん時はそれしか道はない。わかりました。よう考えてみます。失礼します。よろしいか。おう、もうありましたんか。お前の言う通りやったな、小野寺。そうでしたか。まったくあのガキや。素直やお前んな。まあええ、これから面白くなるで。どないしたんや。来い。まだか。何をされる。おっさん、あれわしの顔は置いとらんやな。昔あんだらに懲罰房に送り込まれた囚人の一人たちのいとこか。何するつもりや。おい、下げるな。下げになって下げ場までは聞こえんぞ。誰かが来る頃には、あ、あれの首が胴体についとらんのか。こんなことしよったら一生こっから出られんだ。よでねえ。おいにはだろう、待っとくら。マリアはわしの可愛い処理娘。貴様、俺に復讐するためにここへ。あのか、俺に一目会いたい人。小さい体で病気と戦って俺の出所を待っとった。せいかに俺はあの子の親身にさえ会えなかった。ブルー、それは何が分かるって。んだるやきまぐるで暮らした懲罰で俺の仮出所が取り消されたんじゃ。その間に周りは力尽きて死んでしまったんじゃ。俺にも来月子供が生まれるんや。知らんのだ。死んだぜ。カモ、あかん。こんなことしたらあかんのや。なんでや、なんでこんなにかばうや。人が死ねば必ず悲しみが詰まる。それは子供亡くしたあんたが一番よく知っとる。違うか。あんたの子供はこないなことしても喜ば。これ以上亡くなった子供を悲しますな。わしの顔でよかったら何度でもついてくんな。大変や。間違って腹刺してしまった。あとよろしい。